本当好きなのこういう感じ。まあショートカットの方が。選ぶ、お前選ぶな。S 今まで付き合ったことないんですけど、はい、理想が高いんですよ。向き合ってから。ああ説教されてるぞ。一回自分どこぐらいかを見てから。いや本当いいこと言ってくださいました。S の素顔とか見たじゃないですか、はい、服装とか、はい、完全プライベートの S、 はいはいはい、見ました見ました。なんかこうどこか女性目線で、はい、こう直した方がいいところとかってありました？とりあえずまず全部をまず直すんですよ。S 変身企画やりますか。S 変身企画数字いかないっすよ。ちなみに S はどう見てたの、あの江頭さんの告白を。まあそうですね、でもそんな簡単にうまくいかないですよね。童貞の前に何が分かんだよ。その新品でその自分でこれから傷つけてくる来るみたいな感じの使い込んでいくみたいな服のやつの、お前説得力ないんだよ。こいつはね、まだチェリー。やだ、めまいが。あれとか。すごい、これがすごい。まりちゃん、向いて差し上げなさい。向いて差し込みました、私。ちょっと、お向きにですから。お向き差し上げて、ちょっとね。お向きさせてあげましょう。すごい、向いちゃった。ダメよ、マリーさん。息子さん連れてこないでよ。やられっぱなし。やられっぱなし。おい、S。お前一番若くて童貞なのに一番少なかったよな。すいません、でも今回は前回の反省をしまして、うん、欧米の研究をしてきたので任せてください。頼むぜ。そう、調べたら、うん、食事を抜いてきちゃうと胃が小さくなって食べられなくなってしまうので、逆におにぎり1個程度食べた方がいいっていうらしいんです。なので僕おにぎり1個食べてみました。おい。今言うんじゃないよ。俺たちに伝えるよ。なんで言わないんだよ。ふざけんじゃない、お前空腹だよ。真っさらですね。真っさらで来ちゃう。水をカルディちょっと飲んでみるよ。これ塩じゃねえかよ。ふざけんなよお前。ふざけんなよお前。どんな罰ゲームなんだよ。ちょっと待ってよ。おい S。そうですね、うん、はい、そのネットは結構見てた。おお、もう僕は知ってるんですよ。うん、 S、お前やめちゃえ。今日は M、L は一緒に食べますが、うん、S は今回は辞退と。S、どういうことだよ。今回ちょっとうちのおけラーメンで量がめちゃめちゃ多いということで、すいません。いや、すいませんじゃないよ。お前もうね、S の代わりにブリーフダーになれ。それは大事です。なんでだよ。